皆さんこんにちは、パドマでございます。皆さんはソというものをご存知でしょうか。以前こちらのチャンネルでも牛乳を使ったソの作り方をご紹介いたしましたが、この度ですね、本物のソをゲットいたしました。はい、この古代のソ、日本橋の奈良まほろば館、奈良のアンテナショップですね、販売されておりました。ちゃんとこういう木の箱に入れられております。はい、で、自分でもね、牛乳でも作ってみましたけれども、多分ね、味わいが違うんじゃないかと思いますので、早速ね、開けて、食べてみたいと思います。一体どんな味がするのでしょうか。開けます。はい、中身は 50g 入っております。以前自分で作ったソと比べると色が全然違いますね。もっとね、乳白色で、本当にチーズ、白っぽいチーズみたいな色してたんですけど、これ見ると褐色で、なんていうのかな、キャラメルみたいな、生キャラメルみたいな感じです。説明書きが入っております。ソは搾りたての牛乳を煮詰めて作ったものです。奈良天平時代には薬や供物として使われ、ソ、よみがえるという字でもわかるように薬効も期待されていたものと思われます。日本最古の医術書でもある維新法には、五臓の気を補給し、ソは乳糖が多く含まれており、甘みを持たなかった古代の人たちにとって、乳を濃縮した自然の甘みを有するソは貴重品として扱われていたそうです。同時に美容と不老長寿も期待されました。長屋王の木簡に、稲麻呂が乳搾りもし、ソを作った第一番目の人と記載されている。薄く切ってお召し上がりください、だそうです。はい、そしてこの箱は奈良県産の吉野杉を使っているそうです。あら、なんかすごく素敵ですね。はい、切ってみました。本当にね、こう切った感じも生キャラメルみたいな、そんな感じのね、切りごたえでしたね。見た目もキャラメルみたいな雰囲気ですね。はい、匂いは、なんだろう、塩キャラメルみたいな感じですかね。はい、早速食べてみたいと思います。ではいただきます。甘みがないですね。結構しょっぱい、すっきりとしたしょっぱさみたいなのがあって、でその奥にこう香りが、この牛乳の香りがなんか鼻の奥の方にふわっと広がるような感じで、甘みがないんですけど、なんかこのコクみたいなのがすごくこう濃いコクみたいなのがありますね。すごくシンプルな味っていう感じします。素材の味なんて言うんだろう、そのしょっぱさもなんだろう、すっきりしてるっていうか、なんか通り過ぎていくしょっぱさみたいな、そんな感じですね。食感はそうですね、ちょっとこうザラザラした感じ、細かいザラザラした感じもある。生キャラメル、でもすごくこの、やっぱりね、食べた後のコクがすごいですね。牛乳なんでね、やっぱこのコクがすごい凝縮された感じで、後からふわっと
鼻の奥に広がってきます。ちょっとコーヒーも飲んでみたいと思います、一緒に。うん、まあ、牛乳なんでやっぱねコーヒーも合いますね。うん、すごい美味しいですね。一回ね皆さんぜひ試してみてください。あの古代の味。はい、ということでごちそうさまでした。今日はこちらの本物の蘇ご紹介いたしました。こちらは、日本橋の奈良のアンテナショップまほろば館で販売されております。1100円だとねなかなかねあのチャレンジする勇気湧かないかなと思うんですけど、美味しかったので、ね、ぜひねあの並んでたら手に取ってみてください。でいつもね入ってくるとは限らないみたいなので、並んでたらラッキーぐらいな感じでねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。で他にも吉野葛を使った葛湯とか、奈良のお野菜とか果物とか、そして、奈良のね天平文化の模様を使ったグッズとかいろいろ出てますので、そういうのね見るのも楽しいですよね。で日本橋のあたりとか東京駅のあたりとかってアンテナショップがめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で東京にいて日本全国旅できるような、そんな気分になりますので、ぜひねアンテナショップ巡りなんかもねしてみてはいかがでしょうか。で、こんな美味しいのあったよとか、こんな面白いのあったよとか、素敵な情報もしありましたらぜひぜひ教えてください。今回も動画を見てくださりどうもありがとうございます。もしよろしければ高評価やチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この他にもね、歴史語りとか歴史探訪とか、鎧をね作ったりとか、あとは踊ったりとかメイクしたりとかいろんな動画をアップしておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。はい、では、また次回の動画でお待ちしております。皆様さようなら。